一緒に稼いで、うん、渡すことで、多分みんな、すぐってな、勘違いしてて。しょうがないね、でも過去は変えないから。ごめん、ごめん、ちょっと待って。あ、ごめん、ごめん。で、まあ、うん。あの時は、まあ、勘違いして救ってたなと思ったけど。自身のツイッターで、あれだけの質問に答えた人もいないと思う。しかし、どこまで、その言葉に嘘がないかだと思う。そして、もちろん女性を売ることはいけないことで、泣くのもずるい。